はい。ちょいき太郎です。とうとう出ましたね。えー、まなみさんの卒業アルバム。ね。多分高校なんじゃないかなあれ中学じゃないよね。高校だよね。その、高校の同級生の話で派手だった、化粧も濃かったっていうようなことを言ってるあの、同級生がいました。そこの時に関根と一緒だった。なんかもう本当に、えー、後ろの方にいて女王様みたいだったみたいなこと言ってますね。で、 大概さ、なんかいろんな、あの、まあ、お顔の情報が出てましたけど、そんなに違くないよね、別に。なんか、ね、いろいろなんとか疑惑があ、ありましたけど、そんな変わらないんじゃない顔。いや、お、専門じゃないので、あの、美容の、美容整形のせ、あの、先生から見たら、いやいや、こことここってわかるかもしれないけど、そんな変わんないよね、っていうふうに私は思いましたけど、なんか何でもみんな言うんだな、みたいな。あの <laughs>、 何でも、何でも整形って言いたいんだな、みたいな。ねえ。へえ、みたいな。ねえ。私もこれ、あの、外録チャンネルとか出た時から、もうだいぶ変わってますからね。もうだいぶ意地にま、まくったんで、もう、本当に。え、ダウンタイムそうそうそう。<laughs> 全然、メガネかけての、帽子かぶってるの、整形もクも減ってくれもないよね。うん。だから今度のね、イベントでお会いできるので楽しみにしてください、皆さん。ね。 本当に、あの、なんて言うのかな。マット君みたいにね、白く美白で、うん、キラキラして、もうカラコンとか入れて、ね、逆に誰かわからない。ね、あの、東京都知事選に出たなんか白塗りのジョーカーみたいな感じで行ったらどうなるのかなというふうに思いますけど、まあそんなことはいいですけど、ね、まあここから色々出てきますよ。ね、彼女のことが、 ないことないこと。あることないこと。ね。おひれがついて。うん。これ、関根、かばえんかったんだよねやっぱり無理なんだよな。言わなかったんだと思うけど、うん。まあ、無理でしょうね。こうなっちゃうと。彼女がどこまで頑張りきれるか。いやね。知らん存ぜません。 関与してません。まあ確かに私は知りません。知りません。わかりません。まあ今までずっと聴取を取って、あの、警察に呼ばれて何回も、最初は、えー、被害者の親族という形でこう聞いてたんですよね。もう扱いも。ところが、途中で変わってきたっていうのは感じてたそうです。あ、私を疑ってるな。まあ疑ってるなって言ったってやっちゃってるんで、分かってると思うんだけど、うん。 ここですよね。でも。まあ、でも、よくよく考えれば、実行行為はしてないですね。現場にも当然言っていないです。言っていないです。ね。でも、そういう気持ち、死んでほしいな、死んだらこうなるなっていうことは思ったとしても、思ったとしても、それだけの時点では罪ではありません。当然。それをどういう形で責年に伝えたかっていうことです。 でも、そんなんどう伝えたかなんて罪に該当できませんよね。わかんないですよ、心の中のことは。あるいは、関根がそういうふうに思いついて、言ったのか。お前の父ちゃんと母ちゃん死んだらさ、金も、金持ちになれるよねって、そんなことを通らないでしょ。うん。言ってるように、やっぱり私の最初見、見立てで、関根がそんな金持ってるように思えないってはそうなんですね。 回っていく金はあると思いますよ。給料プラス分と、毎月、うん、100万に近いぐらいの金の何十万と。で、学びの方から出してもらえるお金っていうのがあって、やっていけれてると思います。うん、その絵は。だけど、大きいお金はなかったんだろうなっていうふうに思っていたんで、なるわけがない。うん。だから、金ね、あの、お金目的なんですよ。だから、そういう依頼をしちゃってるんですもん。大きいお金が入るから、 それまでにて。うん。そうそもうこれ強盗目的だもんな。強盗殺人だもんな。強盗殺人の、これ、形になっちゃうと、もう話が全然違ってくるんで、これ。無期、死刑または無期だからね、これ。強盗殺人は。でも実際第三者に言っちゃってるんで、その人間、その人は断ったって言うけど、それを実行したわけだからね、10日後に。強殺だよね、これ。 そこに持っているお金をうう奪うだけが強盗の定義なのか。ね。だけど死んじゃってから奪えるのがもうこれが窃盗でもこれ。だけどそれは憎しんかんやつだ。もっと悪いような気がするんだけど。ねえ。うん。こんなわかりやすい事件。何もかもが証拠として残っちゃってるの。 だから、あとは、えー、分かってないのは、関根と学美の関係性上。どういう約束がどうなったもうここは二人だけの話なんで。ただ、いかんのは、この二人だけだったら、多分、学、ま、美のとこまで立件できなかった。前だと、学、ま、美が何を喋ってるかっていうことです。うん。ねしかも、お金で雇って、お金でどうこうしたって、これ非常にまずいと思います。 うん、ものすごい単純ものすごい馬鹿げた事件でも実行行為をしちゃった後もずさん、すべてがずさん。でも形としてはすごく綺麗なんですよ。身内の親族の金を狙う。親の金ね。で、自分は手を汚さない。内縁の夫っていうか、内縁の夫っていう感じは、これ警察がそういうふうにしているだけの話で。 本人たちの感覚はね、普通に同棲しているカップルなわけですよね。普通の付き合ってるっていうことなんで、結婚するどうこうっていう意思があったかなかったかはまた別問題なんで、そこで、その男が実行行為をする。実行行為って言っても、自分が安全圏にいるために指示をするだけ、金を出すだけ。その金の原資はどこなんだって話です。私は言ってるように4000万。 前田、不動産屋の前田に預けた金を、い、いなんだかんなって言って言わな、出させなくて、そこから1500万出てるんだと思います。うん。まあ、切羽詰まってて、なくなってしまえば、今の会社の金が自由にできる。好きにできる。何かそこの何かお金があ必要だったっていう理由が出てくれば、またお面白いんですけどね。うん。ねえ。 まあ、そして、留学しちゃっているんで、留学しちゃっているんで、ええ、まあ、何年かは日本にいなかったっていうけども、まあ、学美容疑者の男関係、以前の男性関係もいろいろ囁かれています。そこが出てきたら面白いなと思ってます。それが今回の事件と直接関係しているのかどうか別として、ね、これが8人目。いやー、こっから上は登りにくいよね、さすがに。 うん。こっから上はさすがに登りにくい。うん。というふうに思います。以上です。はい。皆さん、最近チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう。実は漫画、極道楽園、ね。極道パラダイス、第3巻、電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。URL 貼っときますんで。 あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとた本当にいい本です。<laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、 皆さん、よろしければ、お買い求めください。以上です。